始めます。この大会では生産者やその農園の素晴らしさ、そしてコーヒーの美味しさをずっと伝え続けてきました。そんな中、今多くのバリスタが素晴らしいコーヒーを使っています。そんな中、私たちバリスタは次のステップへ進むべきだと感じています。次のステップとは、素晴らしいコーヒーを使って素材の味わいを引き出すだけでなく、素材の特性を理解して体験してもらいたい味わいをバリスタが意図して作り出すということです。私はこれをテイストクリエーションと呼んでいます。今日はシグニチャービバレッジからご用意します。2つのコーヒーを使用します。1つ目はパナマ90プラス芸者ナチュラルアナエロビックです。このロットは10度という低温で発酵をスローに進めています。そしてトロピカルな甘さがしっかりとあり、酸がシャープにならないコーヒーです。そしてもう一つはコロンビアインマクラーダ農園有限においです。カーボニックマセレーションです。有限においです特有のシュガーのような、とにかく圧倒的な甘さのコーヒーです。この2つのコーヒーをブレンドしてテイストクリエーションをしていきます。芸者からは酸を伴う甘さを、そして有限においですからは持続する甘さを引き出していきます。芸者3有限においです1という比率でブレンドをし、抽出レシピは粉量 22g、 そして液量 40g を取ります。そしてこの引き出した2つの甘さを副材料と合わせていきます。では皆様、メニューボード左側にあるシグニチャービバレッジのボックスを開けてください。中には今日使用する食材について書かれています。今日はシグニチャービバレッジのテイストクリエーションのテーマは発酵がもたらす複雑さです。2つの特殊な発酵工程のコーヒーに発酵を用いた材料を合わせることで、このコーヒーに本来なかったジューシーで甘いパイナップルを作り出していきます。まずは抽出したエスプレッソをエスプーマに入れていきます。そして次に酸の役割の発酵材料を加えていきます。パッションフルーツ入りのケフィアウォーターを使います。ケフィアウォーターは乳酸菌であるケフィアグレインを1、そしてキビ糖に水を10入れたものを常温発酵させるのですが、そこにパッションフルーツの果肉を3入れた状態で48時間常温で発酵させます。出来上がったものがこちらで 120g を加えます。ケフィアウォーターを加えることでコーヒーの発酵感が心地よく増幅され、そしてアフターテイストに広がりを見ます。次にパッションフルーツを入れていることで芸者の持つ酸に鮮やかさが加わり複雑さが生まれます。次に甘さの材料です。桃の麹を使います。作り方はフレッシュな桃を裏ごしして取った桃の果汁2に米麹1を合わせます。そして60度という温度で6時間発酵させることで、それをミキサーで回したものがこちらです。30グラム加えます。通常シグニチャービバレッジでは液体の量が増えるために液体が緩くなりがちですが、この麹を加えることで滑らかさを加えることができます。そしてまた桃の果汁を使っていることで、このコーヒーのトロピカルを引き上げていきます。ガスで液体を一体化させます。そして今回マグネットスターラーを使ってなんと8分間攪拌をしていきます。コーヒーの生豆もレストした方が美味しくなったり、焙煎豆も焼いた直後より時間が経った方が美味しいことがあります。ドリンクも時間を置くことによって味わいは変化します。今回のドリンクではガスで一体化させた直後では炭酸感が強まり、そして味わいに粗や雑味を感じる時がありました。
そのため8分間の攪拌とエイジングを置くことによってより甘く複雑に仕上げていきます。続きは8分後にお伝えします。ではエスプレッソに入ります。エスプレッソのテイストクリエーションのテーマはコーヒーの2つの甘さです。なぜなら誰もが甘いと感じるエスプレッソは美味しいです。甘さは不可欠な要素です。この2つのコーヒーの焙煎のフォーカスを定めていきテイストクリエーションをしていきます。では焙煎での取り組みです。芸者からはフルーツ感のある酸のある甘さを、そのため焙煎の序盤はカロリーを多めに後半は少なめにして DTR は 17% と長めにします。有限においですが持続する甘さを引き出すために焙煎のカロリーは抑えめに終始与えて DTR を 7% 短めに仕上げます。そして抽出ではこの甘さの再現性を高めることに取り組んできました。まずはオートコームを使用してディストリビューションの偏りをなくしていきます。そして次に今回オリジナルのツールを作りました。こちらです。ノットチャンネルと言います。では皆様左側のメニューボックスを開けていただけますでしょうか。中に見本を入れておりますのでご覧になってください。手に取ってご覧ください。そして下のイラストもご覧いただけますでしょうか。タンピングの前に周囲の粉のみを軽く押し固めることで効果的にチャネルの発生を防ぐことができます。これによりチャネルを防ぎより甘さの再現性を高めています。では見本は元の位置にお戻しください。そしてこの引き出した2つの甘さをどう生かしていくか、上のグラフをご覧ください。私はコーヒーの甘さを感じていただくチャンスは2回あると考えています。1回目のチャンスは液体を口に含んだ瞬間いち早く感じる酸を伴う甘みです。例えばオレンジをかじった時のような感覚です。そして2回目のチャンスは後味に感じる飲み終えた後にじんわりと感じる甘さです。例えば砂糖をたっぷり入れた紅茶を飲み終えた後のような感覚です。そう、これらのコーヒーはこの2つの甘さを感じていただくためにここに入れています。では車のチェックのみお願いします。飲むタイミングは後ほどお伝えいたします。フレーバーは一口目に甘いオレンジ、マンゴー、二口目にパパイヤです。タクタイルはミディアムウェイトでラウンドでスムースなテクスチャー、そしてアフターテイストはロングスイートフィニッシュです。では皆さんスプーンで5回混ぜてお召し上がりください。お使いになられたスプーンは元の位置へお願いいたします。続いてミルクビバレッジです。ミルクビバレッジのテイストクリエーションのテーマはシナジーです。先ほどのエスプレッソではブレンドすることによって2つの甘さを表現しました。ミルクビバレッジではコーヒーは酸、そしてミルクは甘さとしてシナジーを生み出していきます。ゆえに有限においですは使わずに芸者の実を使用し22グラムを使い40グラムを抽出していきます。そして焙煎では酸にフォーカスをするために先ほどのエスプレッソコースよりは浅めに仕上げカロリーを終始高めに与え続けて
DTR は 6%、 芸術者の酸をハイライトに持ってきています。では皆様、メニューボックス真ん中のミルクビバレッジのボックスを開けていただけますでしょうか。そして下のカスタムミルクの欄をご覧ください。つまりここで重要なのは、芸術者のハイライトに持ってきた酸のボリュームに合わせてミルクの甘さを頂点に持ってくることが大事だったんです。 70% の凍結還元した牛乳に 40% の減圧濃縮したライスミルクを加えます。そうすることで牛乳と質の異なる甘さを重ねることでより甘さを増幅しています。そしてミルクの温度は一口目から甘さと酸を最も感じやすいややぬるめの55度に仕上げ、 80g を注いでいきます。 40% の減圧ライスミルクを1の割合にバランスを取るために 70% の凍結還元ミルクを7の割合で加え、そして最後に 1g のココナッツミルクを加え、アフターテイストの甘さを引き上げます。そしてミルクの甘さを頂点に持っていきます。このカスタムミルクを 390g スチームしていきます。フレーバーは一口目にオレンジムース、二口目にオレンジマーマレード、蜂蜜入りのヨーグルトです。アフターテイストは芸術の華やかな余韻とともに甘さが長く続きます。そして私がライスミルクを選んだ理由は、他のプランツミルクよりも穀物感が少なく、そしてしっかりと甘さがありながら後味がクリーンで軽やかだからです。この甘さの質を減圧濃縮することでより高めています。どうぞお楽しみください。そしてライスミルクなどのプランツミルクは水分と一緒に風味まで溶け出してしまい、凍結還元が難しいものが多くありました。ですが減圧濃縮をすることで風味を保ちながら甘さを高めています。そして甘さを頂点に持っていくために後味の甘さまで考えました。ココナッツミルクをわずか 1g ですが入れることでアフターテイストの甘さを増幅させています。どうぞお楽しみください。お待たせしております。ミルクビバレッジ用の焙煎と抽出で酸を引き出したコーヒーにシナジーでミルクのカスタムミルクを作ることによってシナジーを生み出しました。どうぞお楽しみください。ミルクビバレッジいかがでしょうか。ではいよいよフィナーレです。シグニチャービバレッジのエイジングの8分間が終わりました。シグニチャービバレッジのテイストクリエーションのテーマは発酵がもたらす複雑さです。8分間攪拌冷却をすることにより8度まで温度を下げています。そしてそれだけでなく揮発成分を落ち着かせています。それにより味わいの角が取れ、フレーバーが明確で複雑に変化しています。そしてフレーバーはエスプレッソになかったパイナップル、二口目からマンゴー、オレンジリキュールです。そしてアフターテイストにはトロピカルな甘さが長く続きます。では最後のテイストクリエーションです。こちらは今日使った副食材をすべて合わせて蒸留したアロマウォーターです。8分間の攪拌で揮発してしまったアロマを最後に再びグラスのトップに戻すことでよりフレーバーが明確になり、新しいドリンクとして完成します。シグニチャービバレッジです。どうぞお楽しみください。お楽しみください。お待たせしました。終わります。はい、
内部バリスタお疲れ様でした。はい、内部さんお疲れ様でした。では、はい、お願いします。どうぞお疲れ様でした。こちらにいらしてください。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。終わりましたね、はい、決勝が、はいはい、どうでしたか決勝の競技は。いやー楽しかったです。楽しかった。はい、おありがとうございます。さすがの現時点ではね、あの結果が出てないので、うん、ディフェンディングチャンピオン、はい、昨年のチャンピオンですから、そうですね、はいはい、チャンピオンとして競技してね。で僕は袖でボランとマルシアに聞いたんですよ、はい、あの彼一緒にギリシャでね競技したんで覚えてるかって言ったら、いや彼のプレゼンすごかったからよく覚えてるよっていう風に彼は言ってましたよ。ありがとうございます、はい、ちょっと感想聞いてみましょうか。確かに、あの今年のボランの競技、ね、あの彼の競技ボランいかがでしたかっていう風にちょっと聞いてみてください。Congratulations. It was a beautiful presentation. A lot of complexity, a lot of details. You probably worked really hard on this routine. So, congratulations. おめでとうございます。すごいコンプレックスで、すごい細かいことがたくさんあったので、多分すごい難しく、まあ、私たちも見てもなんかビビりました。はい。WBC でギリシャをね、はい、一緒に戦った、はい、まあ、仲間戦友ではありますから、彼のギリシャでの競技もすごいプレゼンが良かったっていう風に言ってましたねって。はい。はい。Yeah, he's a very gentleman type of barista, so he brings out a very gentle presentation. He connected well with the judges in Athens as well, so it was really nice to watch his routine again here.まあ、すごいおもてなしで、まあ、バックステージでもすごい優しくしてくれていろいろ貸してくれたんですよ実は。いや、お借りしました。ですごい決勝の時にやっぱりカートがその WBC のオーガナイザーの人たちのカートがすごいちっちゃくて、で内部さんが結構大きいカートあったのでそれを貸してもらいました。いや、あれはギリシャに捨てていくしかなかったんでむしろもらっていただいたというものです。いや、そんなことです。本当にありがとうございます。なんか、まあ、ボランさんはね WBC2023 今年ギリシャのチャンピオンで同じ日本代表として同じステージで内部さん戦ってたのでね、はい、まあ、戦友で物を借りたりもしてましたよね内部さん。そうですね。そう、物を借りたり貸してあげたり、はい、まあ、やっぱりライバルでありながら戦友なんでね、そういろんな、まあ、いい関係性があったということなんです。Thank you パラゴン。パラゴンっていうね、エスプレッソを冷やすあれがあるんですけど、ツールがあるんです。それをお借りしたんです彼にね。でも、はい、WBC のバックステージではすごいみんなフレンドリーですよね。そうですね、まあ、すごいなんか楽しくバックステージでも、はい、実はピリピリしてないですねあんまりね、みんなね、はい、あ、ちょっとステージが空いたんでステージの方に移動してお話しましょうか。はい、はい、じゃあどうぞ。はい、内部さんね、本当に彼が言うように複雑なルーティーンが行われていたので、ちょっとざっくりどんな話だったのかっていうのを、はい、もう一回ちょっとお話ししたと思うんで、シグニチャービバレッジ最初に冒頭で作ったけど、はい、そもそも飲ませてないしとか、はい、なんかテイストクリエーションみたいなのが、はい、ちょっと題材だったりとか、はい、ちょっと見どころがちょっといっぱいあるんで、はいはい、まあ、美味しいコーヒーを入れて美味しいコーヒーを出すっていうのは当たり前なんですけど、それを、まあ、テイストクリエーション、バリスタを介すことによって素晴らしいコーヒーがより輝くっていうことをテーマにしました。それなんか農園主をね、農園主のいい農園のコーヒーを紹介するだけじゃなくて、はい、みたいな感じの話してたじゃないですか。そうですね、うん、それが大事なのかな、やっぱバリスタの存在価値みたいなのが言いたかったみたいな、はい、そこにやっぱりフォーカスを当てて、うん、この大会でお伝えしたかった。あ、なるほどね。それが今回の一貫性のあるテーマだったってことなんですね。そうですね、はい、すごい気になりますよね。ねえ、これ現物です。ほら、なんだっけ、ノットチャネル。そうですね。ちょっとまだプロトタイプですけれど、はい、ノットチャネルです、はい。これはどういう効果があるんですか、使うと。やっぱりヘリの部分からのチャネリングを防ぐために、先に軽い力で周りを周辺だけを押し固める。それからタンピングをするっていうことが有効なんじゃないかっていう発想から作れてます。実際チャネル減るの？減りますね。へえ。はい、効果あるの？明らかに、はい、明らかに、明らかにあるんです、はい、お、結構じゃあ味も全然変わってくる感じですか？そうです、まあ、豆によったりとかまだいろいろ検証しなきゃいけない部分はあると思うんですけど、はい、
これ どうですか、ボランさん、これ見てどなんかノットチャンネルどう思いますか。Yeah, it's a very cool innovation. I was very curious to see as well in person. I think all the concept itself, it makes a lot of sense. So I hope it translated really well for your beverages today. あの私たちもその実際にそのあの新しいディストリビューターをあの抽出したコーヒーを飲むのがすごい楽しみなので、で多分すごい面白い、まあ、ものじゃないですかなってずっと思ってます。もうそれを持って確認したいと言ってるんだと思う、はい、カップに反映されてなきゃ意味がないから、いやっぱり光栄、ね、光栄です、はいね、はい、じゃあエスプレッソ飲みましょうか、はいはい、すいません、じゃあここでね一席空いてるんでちょっと一人お呼びしたいと思います、はい、内部バリスタの、まあ、師匠でもあるのかな、あら、JBC2018 チャンピオンで、WBC にも、ね、出場されている山本智子さんです。皆さん拍手でお願いします。わあ、どうぞ山本さん、どうぞ、教え子のコーヒーが、うん、教え子のコーヒーいいかどうか確認しましょう、ここで、はい、いや坂本さん、ちょっと聞いてないんだけどって言ってますけど、ね、そうです、だってあらかじめ聞いたらね、さっきの大塚社長とかもダメだって言うから聞かないことにしてるんです。なるほど、もう、はい、油断できないですね、じゃあ。そう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 、もういたら指名して呼びますからね、なんか、でも、はい、なんかこうね、こういう機会で飲めるの嬉しいんじゃないですか、徳さんも。そうですね、じゃあ散々飲んでるでしょ、ね、無理やりちょっと引き出しちゃいましたけどはい、使ってるコーヒーは、はい、90プラスパナマ90プラス芸者パナマ、90プラス農園芸者州、プロセスはナチュラルアナエロビックです。ナチュラルアナエロビック、はい、ナチュラルプロセスのちょっと発酵効かしたやつってことですね、はい、そうです、はい、で、シングル、ブレンドで、ブレンド、はい、コロンビアでしたね、ユーゲニオイです。コロンビア、コロンビア、ユーゲニオイです。あ、インマクラダ農園かな、はい、はい、インマクラダ農園というちょっとユーゲニオイですという新品種で有名になった、インマクラダ農園のユーゲニオイです。ブレンド比率は、そうですね、3対1でブレンドしてます。3対1、芸者が3のユーゲニオイですが1です。おお、なるほど、結構入ってますね、じゃあね、はい、はい、味の特徴はどんなものがありますか。トロピカルな甘さが最初にちょっと酸味の印象があってくるんですけど、トロピカルな甘さ、はい、はい、でもシャープな酸じゃなくて甘さがどっしりとあるトロピカルなマンゴーみたいな感じの後にマンゴー、はい、後でユーゲニオイデスの甘さがじわーっと長く続く、はい、甘さをテーマにしてますので、今僕は甘さが楽しめるコーヒーです、ね、なるほど、甘さをテーマに、これか、はい、ここに書いてある宣言ですね、はい、マンゴースイート、オレンジ、パパイヤ、ロングスイート、フィニッシュ、タクタイルはミディアムウェイト、ラウンドスムー ス, ス, ムース、はい、はい、なるほど、飲ませる際のプロトコルはありますか。そうですね、一応ちょっと時間を置いてから5回混ぜて召し上がっていただいてます。はい、何秒ぐらい置くのは。50秒ぐらい、50秒ぐらい、はい、はい、こちらの席ではですね、もうこの作り込みがやっぱすごいんじゃないかという、すごい立派だよねってい う, っていう話をしています。じゃあちょっと待ってください、飲むタイミングはご案内いたします。50秒置いてから5回混ぜてください、はい、今回50秒ですね、はい、あ、トモさんと、はい、すいませんじゃあタイミングを見てちょっと宣言してください、はい、今ボランが作り込みがすごいって、これの、ありがとうございます、はい、じゃあそろそろスプーンで5回混ぜて、はい、はい、ほら5回ね、はい、そうだよね、5 times、ね、して Thank you、 5 times、 5 times、 どうぞ、 OK、 はい、ちょっと入れてください、もう、はい、はい、ね、もうないんですよ、まあ、ないの、はい、すいません、じゃあもうこれ飲もうかな、はい、うわ、どうですか。おお、甘っですよね、甘いね、どう、あの、ちょっと聞いてみましょう、ボランに、ボランさん、It's incredible, really amazing texture as well, it's very creamy and buttery、あー、そうだね、The flavors are very tropical for sure, very nice、and very long sweetness、it's incredible, congratulations、すごい美味しいコーヒー、タクタイルがすごいあのスムーズで、まあ、本当にあの綺麗に
下の中に流れて、まあ、トロピカルフルーツのフレーバーがたくさん出てます、うん、ありがとうございます。おめでとうございますおめでとうございます。いいですね。テーマがまあいろいろあったんですけど、うん、これ本当はシグニチャービバレッジを先に作ってエスプレッソに移行してましたよね。はい。でシグニチャービバレッジが8分間、はい、ここで時間をそう8分間回しっぱなしにするシグニチャーって珍しくないですか。そう、うん、これなんで8分も放置しておくっていうか回しておく必要があったんですか、このコーヒーは。そうですね、やっぱり今バリスタも飲ませ方とか飲むタイミングとか、エスプレッソでもすぐ飲まさないじゃないですか。温度が下がって味が取りやすい状態で飲むとかがあるので、それをシグニチャービバレッジでも時間を置いた変化っていうのを使えないかっていう着想から生まれています。はい、どう変わるの。やっぱり、まあ、これの場合はガスを入れているので、すごく炭酸ガスが入って、最初スパークリングなものがその角が取れて、あ、香りは減るけど味は取りやすいよっていう状態って言ったらいいんですかね。これじゃあ、はい、そもそもさ、元々の混ぜた液体はスパークリングじゃないわけじゃない。はい。それをこれを使ってスパークリングにしてまたガスを抜くっていうことだと思うんだけど、はい、じゃあそもそも使わなきゃいいってことにはならないの。ならないですね。ガスの圧でシロップとかいろんな材料が、まあ、ミックスしやすくなるのがエスプーマなんで。あ、じゃあ、はい、これを使って一体化させないと美味しくならないんだ。はい、ならないけどガス感はいらない。はい、だから8分間放置すると、はい、おお、これは何ですか。これは下にマグネットスターラーっていう、ずっと攪拌をしているマグネットがずっと回ってくれて、液体がずっと、回せられてます。なんか気になってました、それ。で、周りに氷が入ってるんで、その間8分間冷やしている。回して冷やしてるんですね。はい、ずっとステアしてる。液体が回る。はい、これがね、これが、あ、なるほどなるほど、回るんですよね。この白い棒がマグネットでできてて、これ下の磁石の力でぐる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 液体を攪拌してくれる、はい、黙ってでも、はい、でこれ氷水に入ってるから冷えながらガスを抜いてくれると、はい、面白い、すごいいいですね。いろんなものを駆使して何回すごいですね。工夫というか、もう15分間の世界観がすごい手が込んでたと思います、はい、なんか8分もぐるぐる回して放置しておいてから最後に飲むみたいなシグネチャーとか見たことないでしょうって。I was very surprised you start with a signature course as well, the preparation, and it was very interesting to see all the tools that you use and the concept of fermentation and creating new flavors through that. It was really amazing.すごい自分も珍しくいろいろビベレージを見てるといろんなテクニック機械であり、うんうん、見てるのすごいなんか自分も どういうものをどういう味してるのかって自分も思い出しました。なるほど、まあ、すごい楽しいっていうのか、なんかね、山本さんとか内部さんはこのウニールチームはいつもね、誰も使ったことない器具とか誰も使ったことない手法を最初にこのステージで披露することが多いんですよ。確かに。これでもどうやって見つけてんの、この方法は。いや、でも発想があるときに本当に、まあ、コーチの智子さんがこれやったらええんちゃうみたいなものから持ってきてもらったり。いや、そのこうやったらええんちゃうはどっから来てんの。だって分かんないわけじゃん、誰も使ったことないんだからさ。どう、競技会から見てるわけじゃないってことでしょ。そうですね。でもなんか何から着想を得てるの。いや、でもなんか常になんか普通の生活で、あ、これなんかいいんじゃないかなみたいなとか。そう、日常生活の仕事とか日常の中で、はい、例えば料理とかお酒とか、はい、いろんなものを見てる中で、あ、これ競技会に使えそうだなみたいな。そうですね。思うとちょっとストックしておいて競技会で使うと。なるほどね。これね、どこに何が落ちてるか分かんないってことですね。そうそうそう、すごい大事なことだよね。またやっぱりと面白いやろっていうこととか、面白いやろなんだ、直接伝すと競技者的にはなんか負担増えるなって思うこともあるんですけどやった方がインパクトに残るとか、そういったところも本当にアイデアくださるんで。なるほどね、面白いやろうと言ってるんですね、
逆に思んないって言われるんですよね、はい、関西人なんでこれええやろとやってみといやでもこれすごい大事なことで WBC でもね、うん、やっぱりあの誰かの真似事じゃなくて新しいことを自分から発信するっていうかこうクリエイティビティを出すってすごい大事じゃないですか。それはボランはどう考えてるのって。I definitely believe it's important to bring innovation and into the stage and bring something new, especially because it will make you stand out from other competitors. And I think you did it really nicely, especially because your concept and your innovation translates really well with your presentation and your drinks. So I think that's very important and it's very a positive thing.あのまあ、イノベーションでありあの今回のプレゼンも内容の中でそのあのテーマと一緒になんかあのつながってるじゃないですか。ですごいいいあの経験っていうのかプレゼンだと思いました。なんかいろいろ新しいことでありそのクリエイティビティとかあのテイストエクスペリエンスにあの伝わったと思いますのですごい楽しかった。あのボラン自身は自分 の, そのクリエイティブを磨くのに何か努力していることはあるんですか。I think it's very similar to what she said. It's thinking about the things that happen during your day-to-day life and your interaction with a customer, for example, and that will bring important ideas. Like, for example, for us in WBC,We decided to prepare everything in front of the judges and bring that closeness to the service. And I think that that is how you bring this type of creativity into your routine.まあ、彼は、まあ、あの友香さんが言ったように、まあ、毎日の生活の何か変わったものをトライしていると思うんですけど実はあのもう一人 の, あのチームとしてのコーチがいてあのコールっていうカナダの人がいて、ねはい、彼が毎日毎日新しいあのアイデアを持ってくるんですよ、うん、実はであのチベさんが言ったようにコーチがあじゃあこれを新しくやりましょうっていう時に同じですボランがまた同じですでなるほどね、まあ、トライしてみてうまくいけるんだったらっていうことで、うん、あの今回の WBC も毎日コールがじゃああのテーブルの設定を変えようであの私たちの結構あの変わってるあのテーブルのセッティングだったじゃないですか。 そうでしたね、はいはい、それもまた彼は無理だって言ってたんですけど、まあ、結局練習すればうまくプレゼンをできたので、うん、なるほどね。やっぱりそういう意味でもやっぱチーム戦だし本当にいろんな、ね、あの知恵を持ち寄ってやっぱり戦ってるってことなんですね。すごい。でも共通してだからバリスタあるあるだったんですね。あーそうですね。コーチがこれやってみみたいな感じで、はい、やってみろとあれやってみろとちょっとみたいな、うんでもそれででも結果をね出されてるわけですからそうなんですよ、ね、チームでっていうことですよね。やっぱり、はい、だからねあの僕結構いろいろいろんなポイントがあったんだけど減圧してライスミルクを作ったって言ってて、うん、確かにみんな凍結還元するんですよね、うん、凍らせて溶かして水分抜くってやるんだけど、うん、減圧って言ってたんですよね。確かにあんま聞かなかったかも。で減圧ってなんじゃって言ってこれですよね。そうです、はいはい、エヴァポレーター。これなんですよ。何ですかこれ。エヴァポレーターって言うんですけどこれあの減圧するための機械なんですよね。で要はライスミルクをこのエヴァポレーターを使って減圧した理由は何なんですか。普通に凍結還元の方が簡単だと思うんだけどなんでこれを使わざるを得なかった。凍結還元ではできなかったんですよね。うまくいかなかったってこと。はい、水分は溶けるんですけど結局米の細かい粉砕したお米が風味なのでそれも一緒に溶けて出てしまう。水と一緒に。あ、ライスミルクだからね、はい、牛乳じゃないから、はい、でもエヴァポレーターだと減圧して水分だけが本当に上に取られていくので純粋に水気だけが抜けてくれると、はい、その米の粒は残りながら水分が減っていくということ。面白い、はい、なるほど。じゃあ減圧ってそういうことなんですか。減圧ってそういうこと。真空状態にしてそうすると沸点が低くなって40度とかでもちょっと蒸留が始まるんですよ。それで水分だけを軽い水分だけを持っていって残りが濃くなっていく。すごい、はい、分かりましたそれで。はい
ミルク。いや、なんか言ってる。ミルクは坂本さんがなんか言ってるな。なさそうですね。なんか口元を見る限り、唇読む限り、ミルク的なこと言ってたような感じが。はい、ミルクビバレッジが作れます。大丈夫ですか？心よく受け取ってくれましたか？まだ大丈夫です。そんなにまだ始まってないんで、はい、やりましょう。ミルクビバレッジも飲める。はい。日本だけの方ですよね。あのミルク、あの米で使ってるの。はい、あの去年の、まあ、今年のグリスでも。使ってましたよね。ああそうですね、うん、はいそうです。ライスミルクみたいなものが海外だとないんじゃないかな。ある？ありますよ。あるはあるんだ、はい、ありますけど、はい、あまり見たことないです。多分あのお米がすごい甘くて柔らかいので、日本のお米は多分ライスミルクがちょっと質が高いのかもしれない。うん、僕はライスミルク飲んだことないでしょ。いやすみません、僕あのちょっと今まで知ったかぶりしてましたけど、ライスミルクって飲んだことないんですよ。なんだろうってみんな、ライスミルクってどういう味なんだろうっていうところからのスタートなんです。僕これライスミルクの現物、生のライスミルクだけはあるんですか今？混ぜちゃってるもん。はい、後ろにも。いやすごい、あれトモさん、あれすごい自由度の高い。今あのお二人のためにライスミルクの現物を持ってきてくれということ。生のねライスミルク。でも見たい。はい。と言ってる間に、今ミルクビバレッジをねちょっと提供していただこうということになりましたので、お時間許す限りですね、はい、もう1カテゴリー飲んでみたいと思います。すごい、はい。宇宙ベバリスタ、この、甘さがテーマなんですけど、はい、いわゆるこのミルクのブレンドで甘さを作ってるみたいな話なのかな。はい、こっちはミルクのブレンドで甘さを作って、コーヒーも、はい、あ変えてるんだっけ。ミルクビバレッジ用に焙煎と抽出も変えています。 ありがとうございます友子さん。今あの山本さんに、ライスミルク持ってきてもらったんで、これをちょっと、あそうか、うわわあ、そういう、これすごいね。あ思ってる感じじゃなかった。これライスミルク、どんなお味はどんな感じなんでしょうか。 Well, it tastes like a dessert almost. It's very, very sweet. デザートみたい、スイート。とても甘い。It's like condensed milk, yeah. コンデンスミルクって言ってますどうですか。すごい甘い。そう本当ですか。これだから、ライスミルクの現物ではなくて、エバポレーターで減圧したライスミルクなんで、何パーセントぐらい。なるほど、 40% ですね。 40% だから6割水気飛ばしてるんだね。これちょっともらっていいですか。減圧するとここまでギュッとこう濃縮されるっていうことなんですね。平山さんどうぞどうぞ。初めてライスミルク、はい、初めて。はい、うわすごいね。出来上がります。甘い、なんか甘酒の前のやつみたいな感じですか。でも本当スイーツね、おいしい。これをミルクに混ぜてる、考えますね。本当に持ってきます。はい、お願いします。すごいですね、これは期待が。あ、ボラさん来ました。はい、どうぞ。さあこれをミルクと混ぜていかがですか。I don't know if because I drank this first and I'm drinking this now. 先に飲んじゃったから。そう。It's quite sweet. And, but I can still taste a lot of the coffee flavors in the milk course here, and that's very nicely balanced. すごいバランスない。まあ今ちょっと甘みとかその先にあのミルクを飲んじゃったので。でもそれでもまだすごいあのコーヒーのフレーバーとかすごい甘いミルクのビバレッジでした。美味しかった。なるほど、ありがとうございます。はい、ちょっとね話をまた、大会の方に戻したいんですが、うん、WBC で、今年6月か、はい、ギリシャの方で大会に出られましたね。はい、世界大会まで行ったということ自体がねもうすごい栄誉な名誉なことだと思うんですが、またさらに今年日本大会でチャレンジしようと思われたのはなぜでしょうか。やっぱりリベンジをしたい、悔しい思いが、はい、あって、そう決めました。それはあの自分のやっぱり思った通りの競技とか結果とかそういったことでしょうかね。そうですね、はい、競技自体は自分の中でこうベストを尽くせたのか、それとも
頑張ったけど結果が出なかったのか、それはどうなんですか。そうですね、まあ、競技自体は非常に楽しめたんですけれども、うん、根本的なコーヒーの味のところでもっとうまくできたことがたくさんあったっていう。あ、それでもう一回やろうと思われたんですね、はいはい、なるほど、なるほど。ちょっとですね、ボラさんからちょっと質問があるということで、はい、ちょっと聞いてみてもいいでしょうか、はい、どうぞどうぞ。Yeah, the question would be, you already competed in WBC once, and if you get the chance to go again, hopefully today, what would you change about your preparation and your routines? まあ、1回 WBC に出てるので、例えば今回チャンピオンになって、まあ、次 の, 大会、世界大会に出るときにはどういうところを変え、その練習とかのコンセプトの中のどういうことを変えますかって。なるほど、はい、自分の抽出の技術、やっぱり本当に基本的なところが自分にできてないところが多くて、まあ、味のこうセンサリーで取っていくところもそうですし、実際抽出したカップを均一に作るとか、そういったレベル、まあ、あとスピードもそうですけど、基本的な抽出技術、はい、基本的なテイスティング能力、はい、やっぱそこが弱かったっていうふうに反省してらっしゃる、はい、なるほど、うん、すごいですね。日本チャンピオンで世界大会行ってもやっぱり痛感するんです ね, ですね、うん、世界に行くとっていうことですかね。逆にちょっとボラに聞きたいんですけど、もっとこういうことをやった方がいいんじゃないかとかこういうところを伸ばした方がいいんじゃないかとか、世界チャンピオンなんでぜひアドバイスを。I think you have very good technical skills and very amazing coffee and drink making. If there is important advice that I could give you is trying to make the experience itself for the judges more relaxing, and for them to have enough time to evaluate your drinks would be very important.まあ、彼としてのアドバイスは、まあ、すごいプレゼンテーション、テクニカルスキルもすごい良かったと思うんですけど、やっぱりプレゼンの中での、ジャッジにゆっくり時間を与えているのが、その評価する、それぞれのドリンクを評価する時の時間をちゃんと与えるのがの、アドバイスです。あ、なるほどね。やっぱりジャッジのことちゃんと見て、ドリンク提供して書いてる間にちゃんと時間を与えて、それがちょっとやっぱりね、もう少しあった方が。あー、なるほどね。まあ、今マルシアさんが自分たちもそれで過去失敗してるので、やっぱそういう時間をしっかり与えることが、まあ、重要だということですね、はい、そういうところもジャッジのこの点数につながってるんですね。そうですね、なんかジャッジの立場になると分かるんですけど、うんうん、スコアシートを書かなきゃいけないんですよ、うんうん、書く作業ね結構忙しいんですこれ。確かに皆さんめちゃめちゃ書かれてますもんね。書かれてますよね、うん、だからその書かれてる時間に余裕がなくて次のこと喋り出しちゃうと聞かなきゃいけないから、ジャッジは。確かに。そう、じゃあちょっとせわしい感じになっちゃう。そうなんですよ、ね、だからその時間をゆっくり与えることが重要だというのが今のボランさんのアドバイス、ね、経験から。そう、経験から来てる。どうですか、そう聞いて。そうですね、もう胸に刺さります。競技終わったばっかりなのに。いや、だから今彼の競技どうですかって僕冒頭聞いたでしょ、はい、その時にいやもうすごい大変で忙しくてって言ってたけど、あれは半分は褒め言葉じゃないんだと思う。そうですよね。昨日タイムオーバーをしたんで、今日タイム管理がちょっとナーバスにしっかり頭にそれは入っていて、ちょっと急いでる感がね、はい、コントロールしてやるつもりでした。ね、じゃあちょっと巻きでいった競技をした感じなんですね。ペースアップしながら、はい、しながらだったんですね。そういう背景もあったんだ。He gets very angry. 怒られました、オーバータイムで。怒られましたか。全部経験が気持ちが分かると。そう、僕一緒に WBC やってるんですよ。あ、なるほど、実はボランさんと、ね、はい、一緒にやってて、その時に、オーバータイムしたら殺すぞって言って送り出すステージを。怖いですね、ともこさん。本当にもう。じゃあでもね、うん、そんな彼ももうすごいみるみる成長して WBC チャンピオンになりましたから。確かにね、覚えてるか分かんないけど最初はねすごい動作遅くて本当に、覚えてるって、自分の最初の WBC。 Yes, I was very slow. そうですよ、彼ももう最初はもうすごいゆっくりで、はい、これで時間通り終わんのって思って。
そこからもうチャンピオンに世界チャンピオンになりましたから素晴らしい。そうなれるんです、はい、人は変われるんです、はい、教えてくれました彼が、はい、ちょっとやんなきゃいけないですね、はい、やっぱりリベンジしたいですもんね。そうですね、うんうん、はい、本当にもう一度ねやっぱり JBC チャンピオンになって WBC に挑んだらもう次はもうここで2位とか3位になっても意味ないですからね。そうなんですよ、ね、はい、はい、今日の結果、はい、しっかりとね、はい、待ってもう一度 WBC のチケット手に入れてほしいと思います、はい、はい、頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。第2競技者内部俊夫バリスタでした。お疲れ様でした。ありがとうございました。